南の帝王シリーズ、ブラッドなど数々の大ヒット作を放ってきた無敵のアクター竹内力主演、超異色最新作。誰もが見たことのない竹内力がここにいる。熱血二代目商店街。あ、また本マグロやすみしやがる。霧ヶ丘中央商店街駅前にはすでに1号店がございます。しかし店舗としては小規模で伸び悩んでおります。エンゼルエース次長赤富士、これあまりいい噂聞かねえな。多額の資本をバックに悪どい進出を図る巨大組織。新規の魚屋と肉屋じゃねえか。この商店街にエンゼルの開発部はでかいディスカウントショップを建てるらしいですよ。あの野郎エンゼルエースだよ。今地元商店街を守るため二代目職人たちが立ち上がった。やろうじゃ。お前も商売人だって悲願ならよ、堂々とビジネスで勝負してみろよ。これは俺からの提案なんですけど、霧ヶ丘中央商店街新興組合に青年部を作ってもらいたいです。前代未聞の熱血職人が商店街に集結。超豪華キャストで描く全く新しいタイプの人情エンターテイメント誕生。売られた金が払わなきゃいけねえな。3時に土手に来い。昔と同じ夢見れないけれど、商店街を脅かす敵はみんなまとめてぶっ潰す。この街は俺たちに任せろ。乗せて熱血二代目商店街。